はい、上田桃子のバーディーパットですね。これホールインワン惜しかったんですよ。取りましたって感じです。だけど渋野さんが上田桃子と同じ球真似して打って同じスイングで同じにやったね。でホールインワン惜しかった。2人ともバーディーでね、なかなか、はい、よかったですね。上田にね習うことができて、渋野さんも見習ったと思いますよ。起き上がりが早くなったんじゃないでしょうかね。はい、以上。